はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン、今日は5銘柄、そしてドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2023年の11月の21日火曜日、今が16時31分を回ったところです。今日の仮想通貨市場、ビットコインが今 37,300 付近ということで、昨日から言うと若干上昇、ただ本格的な動きはまだ出ていないという状況となっています。ただし、一定の動きが出るのはもうそろそろね、近いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そのあたりの根拠なんかもテクニカルでね、分析していきたいと思います。まあ、今のこのビットコインの強い上昇を支えているのは機関投資家じゃないかって言われたりするわけですが、その機関投資家が主要プレイヤーのオプション市場において、ある一つの指標が前回のバブルを上回ったという記録が出たんですね。一体何が上回ったのか、そしてこの状況が続いていった時にアルトコインではどんな銘柄が注目されるのか、このあたり海外の記事も見ながら楽しくですね、今日も皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築をやっております。毎日注目銘柄をピックアップして分析したりしていますので、ぜひポチッとチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録をせずに僕の動画を見てくださっている方、登録しても何のデメリットもありませんので、ぜひご協力をよろしくお願いします。で、これから仮想通貨始めたいという方に関しては、僕がおすすめしている取引所、以下の概要欄にですね、いくつか載せております。今バイビットでは取引額に応じてキャッシュバックキャンペーンをやっていたりとか、あとビットゲットの方では入金キャンペーンが継続されています。もし興味のある方は以下の概要欄からですね、チェックしていただければと思います。それでは今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。はい、今日の仮想通貨市場はビットコインが551万3000円ということで 1.3% のマイナス、イーサに関しては29万6000円 1.5% のマイナスとなっています。まあ、その中で BNB 結構ね、上昇したんですよね。これ一体何があったのか、ここもですね、しっかり解説していきたいと思います。まあ、アルトコイン市場も全面的に下落しているんですが、その中でも強い動き、注目の動きをしているもの、今日はですね、ピックアップしていきたいと思います。その前に株式市場の動向から今日も見ていきたいと思いますが、今日の日経平均は 0.1%のダウンとなりました。 33,354 円で終えております。昨日のアメリカの株式市場、主要3指数全部上げたんですよね。一応まあ何が起こったかっていうと、人工知能 AI ですね、ここに対する熱狂がまた復活したということで、 NVIDIA とマイクロソフトはともに最高値を更新したという出来事があったんですね。それから OpenAI のサム・アルトマンさんなんですけれども、どうもマイクロソフトに迎え入れるっていうことが発表されたということで、まあ、このあたりも交換されたんじゃないかっていうことですね。ただ大きな動きは出ていないと。今週は11月23日アメリカでですね、感謝祭の休暇になるんですよね。それから本日の夜には NVIDIA の決算と先日の FOMC の議事要旨が発表されるということで、今日の夜の相場もですね、注目されるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そういった背景から午前中は日経も上げたんですけれども、その後は一進一退となったと。あとは円高に結構触れたんですよね。はい、このあたりもドル円の相場分析の中でですね、しっかり見ていきたいと思います。ちなみに議事要旨に関しては、11月の22日日本時間で言うと4時ですね、午前、はい、ここに発表されるということで、注目度高まっていると思いますので、しっかり警戒感を強めていただければと思います。ここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思うんですが、まず1つ目、ビットコイン ETF の上場申請を再度修正してきました。アメリカのアークインベストメントですね。まあ、来年の1月10日前後に最終可否判断期限を迎えるアークインベストメントなんですけれども、まあ、今回どんな修正をしてきたかっていうところが、まあ、注目されているんですよね。今回の変更点はETF 発行における指定参加者、金融機関ですね、ここがコインベースに預けているビットコインをアーク側がオンチェーン上でコインベースカストディのウォレットに送信せずに、 ETF の株式の発行と償還を可能にするという変更らしいです。全然わかりません。まあ、この件に関しては専門家の意見を、ね、見た方が早いですね。金融の弁護士の方 SNS で、今回の変更点かなり興味深いっていうことを言ってるんですよね。で、この変更をすることによって、ウォッシュトレーディングとかフロントランニング相場操縦、こういったところの対策としては結構有効なんじゃないかっていう話なんですよね。で、もしこの変更が SEC 側の要請によって修正したとするならば、これまでビットコインの ETF を否定してきた理由として相場操縦があった、ここをちゃんと認めて、今はそこをしっかり修正して相場操縦をなかなかできないようにするっていうところに重点を置いているんじゃないか、まあ、そういった話をですね、しているんですよね。これを見るとかなり建設的ですよね。今 SEC と申請企業側とのですね、交渉というか、まあ、やり取りなんかもどんどん進んでいるっていう報道があったりしますので、まあ、最終可否判断期限がね、迫る中、かなりいいですね、流れなんじゃないかなっていうふうに市場としては見られているようですね。ということで、仮想通貨市場の注目ポイントはもう現物 ETF 今一本に限られているみたいな、そういった状況になっているわけなんですが、市場の見方は変わらず、やっぱり承認される可能性が高いという予想が、まあ、多くを占めているんじゃないかなと思います。まあ、その裏付けとして機関投資家からの需要がかなり高まっているっていうのは、直近のニュースで幾度と
なくお伝えしていますよね。で、今日もその根拠になるようなデータがまた出ていて、これがまたすごいんですけれども、ビットコインのオプション市場の縦玉ですね、ある取引所で過去最高値を記録したということで、この取引所はデリビットです。デリビットって僕も知らなかったんですが、ビットコインのオプション分野での優位性めちゃくちゃ高いらしくて、なんと市場シェア 87% らしいんですね。で、もちろんオプション取引をメインでやってる人たちっていうのは機関投資家なわけですよね。その機関投資家が超アクティブにポジションを取っているということが言われています。で、この縦玉が150億ドルまで急増したということで、新記録を樹立したということなんですね。じゃあ前回のそのバブルの時にどれぐらい経ったのか、ここが気になると思うんですが、2021年の10月の強気市場期間中に達成した前回のピーク、なんと143億6000万ドルなんですね。なので前回のバブルをもうすでに超えているというぐらい機関投資家からの需要が伸びてきているっていうことなんですよね。で、このデータに関してはアクティブなビットコインオプション契約の想定上の縦玉っていう話なんですが、実際の縦玉見ていくと、なんとですね、現在179億4000万ドル。これビットコインの先物市場の縦玉を上回ったそうなんですね。ちなみにイーサリアムのオプション市場では、名目縦玉が68億3000万ドル。こちらも顕著に増加しているんですけれども、プルーフオブステークにですね、移行した2022年9月、その時の記録的な80億ドルっていう数値にはまだ及んでいないということなんですが、ただやっぱり機関投資家からの需要は相当高まってきているっていうことがこのデータでよくわかりますよね。まあそういった状況の中で少し懸念的なニュースが直近報道されたんですよね。それがバイナンスの件です。はい、バイナンスが司法省から約5912億円の罰金を求められたっていうことで、結構話題になったんですよね。ただ一点、つい 2,3 時間前のニュースなんですが、バイナンスがアメリカの司法省と和解案協議を検討しているということがですね、ブルーバーグでから伝わって、バイナンスコインが1日でですね 7% 以上上昇したということがあったようですね。一応今回和解して40億ドルの罰金を支払えば、一定の条件下でアメリカでの運営を続けることが許されるらしいですね。一応ブルーバーグによれば、和解の発表は今月末になる可能性があるんじゃないかということで、もう本当1週間以内ぐらいのところなんですけれども、和解する可能性があるんじゃないかということなんですよね。はい、まあこれはね、いい感じでこう進展しているっていう感じなんですが、CZ さんですよね、バイナンスの CEO の CZ さんも刑事告訴される可能性があるんじゃないかっていう報道も同時に出ていたんですよね。まあ、そのあたりの状況がどうなのかっていうところは、今後もちょっと引き続きですね、警戒感を持って注目しておく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。はい、これも続報があればですね、取り上げていきたいと思います。まあ、今回そのバイナンスがちゃんと和解できれば、これは仮想通貨市場にとってもやっぱりポジティブに働くと思うんですよね。まあ、市場全体見渡してもいい感じでね、次のバブルの準備ができているっていうふうに思うこともできるんですが、じゃあ一体2024年に爆発するアルトコインって何なのか、それが皆さん気になるところですよね。僕も気になります。今日は海外の情報サイトフィンボールドで、おすすめコインというか、まあこれが上がるんじゃないかっていうところが言われていますので、それをちょっとね見ていきたいと思います。3つ挙げられているんですが、1つ目ソラナです。もうすでにソラナめっちゃ上がってるじゃんって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱり今市場の中では一番注目されているのがこのソラナでして、30日間で 115% という驚異的な上昇を記録していると。やっぱり注目なのは FTX がソラナの供給量の 10% ぐらい保有してるんですよね。で、今後 FTX がソラナを売却していくっていうことも、まあ、公表されたりしているんですが、その中でもお構いなしに上昇している。これは相当ですね、強い市場の意思があるんじゃないかっていうことが言われてるんですよね。それから2つ目アバランチ。まあ、アバランチに関しても DeFi 分野のね、重要なプレイヤーとして急速に台頭しているっていう状況、その中で JP モルガンとですね、こう提携するみたいな発表があって、これでもですね、やっぱり注目が集まっているということなんですね。それから最後はポリゴン、ポリゴンマティックですね。マティックに関してもレイヤー2の中では圧倒的な地位をですね、誇っていると、もう確立しているような状況ですよね。まあ、その中でどうも直近の状況として、ポリゴンのプラットフォーム上でプロジェクトを構築することを選択する開発者がどんどん増えてきているっていうことらしいですね。この重要性はさらに拡大する可能性があるということで、まあマティックまだまだですね、需要が伸びるんじゃないかということが言われています。はい、ポリゴンは一応レイヤー2なんですが、アバランチやソラナに関してはレイヤー1ですよね。まあ、こういったプラットフォーム系のトークンがですね、やっぱり注目されてくるんじゃないかなっていうふうに思います。前回のバブルでもやっぱりレイヤー1がですね、一気に盛り上がるっていう動向が確認されましたよね。まあ、今後も引き続き特にレイヤー1に関しては注目しておく必要があるんじゃないかなというふうに個人的にも思っています。最後ビットコインの板の状況なんですが、今買い板が若干厚くなってきましたね。特に今の価格帯、まあ、37,200 付近なんですが、その下のところが全て厚くなっていると、明らかに売り板よりも底堅い動きをしているっていうところが今の特徴的な動きですよね。厚い買い板の最後のポイント
ポイントは36,500、これは以前から変わりない。それから下値に関してはこの36,000付近ですね、ここも厚くなっています。一方で売り板に関しては相変わらず38,000付近、これは強力に大きな売り板が入っていますよね。こういった状況の中で次どういった動きになるのか、そのあたりをテクニカル分析していきたいと思います。はい、じゃあまずはビットコインの日足から見ていきたいと思います。今のビットコインが37,290付近ということで、昨日ですね一気に続伸してまた38,000付近試したんですけれども、若干戻されて今が37,200、まあそんな状況となっています。で、以前から言っている通りですね、上は38,000、下に関しては安値をですねずっと切り上げているっていう状況が確認されていまして、その中でまあこの中間地点ぐらいの水平線ですよね、はい、ここが割と意識されていると。これがだいたい36,500付近ということになっていて、まあここ今の価格からこの下36,500付近にかけて結構買い板が入っているという状況が今特徴的な動きなんじゃないかなと思います。ちなみにこのアセンディングトライアングル、収束ポイントを見ていくと今週の金曜日になっていますので、そろそろ一定のですね動きが出る可能性があると。もし抜けるんであれば僕4万ドルぐらいまでは到達するんじゃないかなと思っているんですが、4万ドルもぶち抜いていくっていう動きにはつながりにくいと思っています。一方でこの三角持ち合いを下に抜けるのであれば、一時的に35,000ドル台に下落する可能性っていうのはしっかり考えておかないといけない状況かなというふうに思っています。4時間足レベルで見ていくと、まあ非常に分かりやすいですよね。やっぱり下に関しては20、50、100の移動平均線がしっかり守っている、そしてこのトレンドラインもあるっていうところで、この辺の買い需要がですね増しているっていうことなんじゃないかなと思います。まあただ出来高はそこまでね上昇はしていないんですけれども、次の動きはですねある程度大きな動き、本当に2000ドル幅ぐらいの大きな動きになるっていうことは、週末にかけてちゃんと準備しておかないといけないんじゃないかなというふうに個人的には思っています。はい、それからイーサに関しては若干今も下落気味、2000ドル付近まで戻ってきています。はい、一応ですね昨日に関しては一時2060付近まで上がったんですが、そこからも反落、まあ上値がちょっとね重たい展開になってきましたよね。 RSI に関してもまだ強気のところではいるんですけれども、ちょっとね維持できるかどうかっていう微妙なラインになってきました。で、ここで耐えれば全然問題ないんですよね。やっぱり移動平均線 20MA とかも下に控えていますので、ここでサポートされて三角持ち合いに持ち込んでいくことができれば、その後揉み合った後もう一回上昇っていうシナリオが明確になってくるんですが、今回のこの上昇で、失速してしまった場合ですね、そのまま1900付近まで落ちてきてしまった場合はしばらく低迷する相場が続く可能性もあるっていうところは考えないといけないかなというふうに思っています。まあその中でも連日お伝えしている通り、1900から1800付近のこの価格帯は相当硬いと思いますので、まあ、下がったとしてもこの辺まで、まあ、それ以上の大きな下落には今のところつながりにくいんじゃないかなというふうに思っています。 XRP に関しても若干じりじりと下がってきているということなんですが、まあ大きな動きはないですよね。XRP に関しては引き続き60セントから55セント付近のこの価格帯が相当底堅くなるんじゃないかなと思っています。なので一旦ね落ちたとしても、まあこの辺りで横ばいを継続する、もしくは反発していくっていう動きがですね濃厚なんじゃないかなというふうに思っております。それからソラナに関しては、まあ直近一気に上昇しすぎたのであんまり見てなかったんですが、今が55ドルということで若干戻ってきつつあるという動向となっています。で、ソラナに関してはちょっとね、週足レベルで見ていきたいと思うんですが、週足で見るとこんな感じで、まあこの47ドルっていうのが相当意識されていたと、なのでこれを抜けたところから爆上げした、まあそういった説明ができるわけですよね。で、この47ドル付近、まあ 100MA も一応ね、被っているということで一応底堅くなるんじゃないかなと。なのでこのままですね下落が続くんであれば、47ドル付近でまた押し目買いが入ってもう一回上値を試しに行く、まあそういった動きがですね可能性として高いんじゃないかなというふうに思っています。ソラナの今の現状を見ると、やっぱり2021年のバブル相場くらいの出来高があるんですよね。しかもこの連日1,2,3,45週連続で陽線をつけたと、もうこれまさにバブルの初動みたいな動きなんですよね。はい、したがって、まあ、今から調整モードに入ったとしても、おそらく40ドル台で止まって、まあ一旦揉み合った後に爆上げするみたいな、まあ、ここと同じような相場ですよね。はい、そういった状況になる可能性があるんじゃないかなということで、もし落ちてくるんであればこの辺りはですね買い場になってくるんじゃないかなと個人的には思っています。それからアバランチに関しても、これ週足でちょっと見ていくとこんな感じで、まあ、大きなですねボトムを形成しているっていうところはよくわかりますよね。その中で出来高がかなり上昇している、これは非常にいい傾向じゃないかなと思っています。ちょっと短期的な目線で日足で見ていくと、まあ、今20ドル付近の抵抗レベルに到達しまして、そこから若干抵抗されつつあるという風な感じなんですよね。したがって今後20ドルのこの価格帯をですねしっかり底固めすることができれば、そこから相当強い上昇になる可能性もあると、まあ、そんな風にですね今は見ております。その中でアバランチに関しては、やっぱり移動平均線のゴールデンクロスが形成して密集されているということからしても、戻った相場は買われて、押し目買いの中で20ドルを最終的には突破していくというふうに今のところ見ております。下落するんであれば、まあ、17ドル付近ですかね、
ね、このあたりが次意識されてくるんじゃないかなというふうに思っています。それからマティックですね。マティックに関しても一旦上を試して1ドル付近を到達した後に下落、ただ今回ですね戻ってきているポイントの中で75セント付近ですね、ここが次のサポートラインとしてはかなりですね機能してくるんじゃないかなと予想をしております。しかもダブルボトムっぽい形の中でこれネックライン一旦抜けてるんですよね。抜けた後で戻してきてるということで、この移動平均線の支えも出てくると思いますし、出来高もちゃんと上がってます。したがってここでサポートされてもう1回1ドル付近を試すっていう可能性は、まあ、全然あるんじゃないかなというふうに思っています。それから注目している GRT、 今がですね 13.9 セントということで、まあ、引き続き一旦下を試した後も強い上昇が、まあ、続いているということになっています。 GRT に関しては、この上のポイントですね、15セント付近が今後も抵抗ラインとして一旦機能してくるんじゃないかなということで、これを抜ければ目線はかなり変わってくるというふうに見ておりますので、まあ、今のところがですねまだ仕込んでいていいタイミングなんじゃないかなと思って個人的には積み増している状況です。で今日に関しては、まあ、レイヤー1つながりということでトンコインちょっとね見ていきたいと思うんですが、まず大前提としてトンコインは前回のバブルを経験していません。なので今回バブルが起きるとするならば初めてのバブルになるわけですね、まあ、そういった期待感もあって、まあ、過去最高値って言ってもこの 2.8 ドル付近ということで、まあ、直近も 2.7 ドル付近まで上がりましたので、まあ、ここからのポテンシャルがどれぐらいなのかっていうところで注目されているという状況だと思っています。まあ、その中で日足レベルで見ていくと移動平均線がちゃんと密集してゴールデンクロスを形成しようとしている段階、その中で出来高もちゃんと上がっているっていうところを考えると、一つですねこの 2.5 ドル付近、今回まあ上昇で抜けることができなかったんですが、この辺をしっかり抜ければまた目線はですね大きく変わってくる、まあ大きく変わってくるというか過去の抵抗ラインがもう全く引けない相場感になってくるわけですね。まあ、そういったところからすると今まだまだ低い相場で動いているのでまだまだチャンスだと思いますし、その下にも 1.9 ドル付近、まあ2ドル付近のサポートも相当強力ですので、今後もかなり強い、まあ、底堅い動きをですね形成していくんじゃないかなというふうに予想しております。最後ドル円なんですが、こちらは大きな動きが出ましたね。まあ、以前から守ってきたこの 148.6 付近ですよね、これを下抜けてしまいました。今が 147.4 ということで、ここまで大きく抜けてしまうと相場の目線は一気に傾いたというふうに思っていいんじゃないかなと思っています。はい、前回のねこの上昇の前の水準が 149.2 付近だったんですけど、ここをまあ抜けてしまったということで、まあ、行ってこい行ってきすぎチャートっていうふうにグロービスの中ではですね言ってますけど、まあ、そういったチャートになったと、こういうふうになってしまうと一旦戻って、まあショート勢がですね利確して一旦戻ったとしても、ここの抵抗ラインで戻り売りが狙われると。なので引き続きこの 148.5 から149付近ですね、ここは相当重い抵抗ラインとして今後も機能してくるんじゃないかなというふうに思っています。ということで今日は8通貨とドル円の状況を見てきました。ビットコインに関してはしばらくね、明確な動きっていうのは出ていない状況なんですが、さすがに今週いっぱいぐらいで大きな、まあ、一定のですね動き、2000ドル3000ドル幅ぐらいの動きっていうのは出るんじゃないかなというふうに思っています。週末特にアメリカの株式市場もお休みになったりする中で、かなりこう薄商いの中で急激に動くとかっていう、そういった相場が過去にもですね見られたことありますので、しっかりね、警戒感だけは強めておいていただければと思います。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。